頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カタです。お願いしまーす。ついに、はい、あの日がやってまいりました。渋谷109に、うん、僕たちがシリンダー航空として登場します。行きましょう。はい、ただ行くだけじゃなく、そんなわけないです。やっぱり僕らにしかできなそうなことをやって、うん、はい、まあみんなと一緒に体験できたらなと思っているんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。行きましょう。はい、はい、あちらの時計になっております。3時10分。よし、まだ見てないです。安全面にしっかり考慮した上で、そうですね、ある挑戦をしたいなと思いまして。まあこういう衣装なぐらいですからね。はい、広告の隣に潰されて本人が登場しちゃう。今までやった人いないんじゃない？いないです。僕らとしてもまあ記念の日になるのかなと思いまして、うん、めちゃくちゃ怖いと思う。俺高いと無理だし。いや、さすがに水溜りボンド1万人の時から応援してて、うん、今まで見てくれる人もこうなるとは思ってなかったよ。まあ間違いない。おかしい、ね、親に言ってないよ、まだこれ。俺もまだ言ってない。親にちょっと連絡してみようかな。電話しない？夜ちょっと遅いんですけど。いや、まあ朝早いっていう状況だね。あいつやだわ。あ、もしもし。あ、全然心配しなくていいんだけども。うん、熱だね。いや、109あるじゃん。今ちょうどそれの動画撮っててさ、混むかどうかって。道？あ、売り場混むか。混むかもしれない。グッズ売り場混みますか。めっちゃ混む。はいはい、な、あ、何？コンテ買ってきてくれる？あ、申し込んでたら。申し込んだ。あ、申し込んでくれたら全然俺買っていくよ。え、見に来た方がいいんじゃない？え、じゃあ見に行くの？ああ、ありがとうございます。期間中で、期間中に行けばいいんでしょ。うん。何日までとか書いてあるんだね。書いてある書いてある。明日は行かないけど、うん、お父さんと一緒に。あ、そうなんだ、ありがたい。何？ゴールデンウィークの用事それしかない。そうでしょ。いやいや、ありがたい。いや、え、どんな気持ちなんかなと思って、ちょっと聞こうかなと思って、夜遅いんだけど。やっぱなんかさ、今トミーと話しててさ、不思議だねと思って。ああ、その不思議はもうないね。え、本当に？一番驚いたのは、うん、電車のつり革を見上げた時に、いた時に驚いた。ああ、言ってくんないのも、だって私いろんな人から教えてもらうけど。ごめんなさい。いや、でも今日こうやって電話してるわけだから。一応マルキは知ってるし。そうだね、ありがとうございます。じゃあちょっと、じゃあぜひ見に来てください。はいはい、はい、お疲れ様です。はいはいはい、おやすみなさい。はい、かわーい。かわーい。芸人仕込んだ。仕込んでない。芸人仕込んだ。お前は強すぎでしょ。お母さん強すぎでしょ。天才かよ。DNA 全然不思議じゃないっていう回答をいただいた。すごい、そこはそっちなんかい。そこそ電車の吊り革ゴムよりでかいよ。いや、全然すごいよ。めっちゃでかいよ。いや、だから見て見てってパターンだろ。見てやっぱ驚くんだろうね。まあね、地方の人とかもこれを通じてなんか感じ取っていただけたら嬉しいですね。そうね、うん、まあ本当にね、この渋谷のこの真ん中のこの広告といえばもう絶対ここなんですよ、うん、若者の流行の一番その時に中心にいる人たちがここを飾ってきた歴史があるんで、うん、それの平成の最後と令和の最初を任せてもらえたっていうことはやっぱ大きいことですよね。驚かないって言ってる地方。いやいや、まあ、地方の方が今地方の方が今、うん、いやそんな驚かんの。ちょっとじゃあいきますか。いきましょう。しえ、怖すぎるの。うわ、やだよ。よいしょ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 。いや、え、ちょっと待って、やめとく。ちょっとやばくない？今下を分かるの。はい、ピンってやったよ。おい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 。
俺がの背中グン反ったよ今。もう自分のことで精一杯じゃん。いや怖いじゃん。本当にゆっくり行きましょう。やばいじゃん。これ本当に一番怖い。これやばいじゃん。一番怖いやつだ。今一回、早く終われ。ちょっと一旦行く。早く終われ、早く終われ。コースダメなんだよね。これやばい。うっ、危ねえ。お前もダメじゃん。お前もコースダメじゃん。結構行ってるよ。あ、ちょっとあそこに映って見える。いや、その見方。いや、一回ちょっとクッて下見てみ、やばいよ。止まるとめっちゃ怖くない？止まるとめちゃくちゃ怖い。あーやばい。はい、ということで以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。はい、大丈夫です。大丈夫ですけど、もう取れたのがあればすぐ下ろしてほしい。お前そこの紐変に持つなよ。すぐ下ろしてほしい状況。変にそこの紐持つな。紐持つのしょうがないだろ。意味ない。その紐を引いたらやばい。お前がぐちゃぐちゃ言うから落ちそうになってんだよこっちは。や、降りる方向で109のロゴ入ってるから。膝の軟骨みたいなのがおかしくなってるからね俺。やばいんだけど、うん、怖いんだけど。足すくむわ。マジで危なかった。よかったわ。おい、終わりみたいすなよ。よし、終わりみたいすなよ。マジで怖かった。いいよいいよ。あ、危ない。やった。下ろしてくださいって言われてんのに上に上げられて、うん、まあ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 みたいなね。そういうノリですみたいな、うん、感じの時の本当に嫌だったからね、うん、ということで以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。あんのかな。ちょ、見ようぜ見ようぜ。あーすげー。え、あった。ないって。うわーすげー。ちょ、かしかしかして。え、俺見えてないんだけど。こんな感じでした。見えないよ、ちょっと待って。見えねえんだよ、見えねえんだよ。おい、ちょっと待ってよ、見えねえんだよ。またかよ。だからそっちさえいいじゃん。こっちサイドよかった。すごいオーシャンビューみたいなことじゃん。オーシャンビューだった。逆側だから俺。山側だった。